ずみの国にやってきた堀川くん。みんな大好きのあれね。洗剤買わされた。夢の国で洗剤集会連れてかれた。それネズミ講じゃない。ダメを勧誘だ。友達減るからやめとけよ。いくらも道連れだ。そんな幼い子まで幸せになりましょう。そのセリフよく使うみたいだけど。トップセールスだ。すげえな堀川くん。やっぱネズミ子ってサイコパスのやつに向いてるのかな。ノリスケとサザエさんが不倫した。まだ何しとんねん。太鼓に即バレ。自業自得。慰謝料請求だ。まあそうなるよね。ノリスケ土下座する。太鼓は許さない。遅いんだよ。300万確定。高くついたな。サザエと山分けだ。グルだった。こいつら二人ではめやがった。美容院にやってきたマスオさん。マスオさん実はオールバックらしいよ。斉藤拓海には？してくれと注文。いや身の程を知れ。美容師を信じて眠りにつくますよ。もう無茶ぶりだろ。目が覚めてみたらトレーン斉藤さん。ハゲやないか。斉藤違いにも程があるよ。あの日の悲しみさえ苦しみさえ。え、これってそのすべてお会いしてた米津さんだよね。波平はハゲていた。どんな歌詞だよ。あれから思うように息ができない。だからこれレモンだよね。去年から波平息をしていない。それ死んでるから早く葬式あげてやってよ。コンビニでうんこしていた波平さん。汚ねえ替え歌だな。髪がない。とんまい。髪もない。仏も神もいない。なんかうまいこと言ってる。髪をくださいと声を上げている。店員に迷惑すぎる。だけども誰も来ない。完全に無視されてんな。それから30年どんだけいいんだよ。もう開かずの扉じゃねえか。買い物しようと街まで出かけたら財布を忘れてペイペイで支払い。今時振り込みアプリから今時恋愛マッチング。今時面接オンライン今時書類はファックスだ。そこだけ古い。なんでこんなハイテクな時代で未だにファックスって生き延びてるんだろう。あとなんで芸能人は結婚報告をファックスでするんだろう。